刺し子とは手芸の一分野で布地に糸で幾何学模様等の図柄を刺繍して縫い込むこと。刺し子の模様の一例本、補強等のため、麻布や木綿布など元布地に木綿糸で部分的にかがったり繕ったりして補強したものが始まりとされている。やがて破損の激しい肩、胸などの部分を初めから装飾,装飾的に補修しておくようになった。 寒い、道着引消しの消防着などに用いられている。藍色の木綿布に白糸で刺すものが定番であるが、刺し子番点などに使われる色合いやデザインの関係から、染色の段階で藍色以外の色も選ばれることがある。また、反転に文字、文様等を入れる関係で白い糸で刺し子生地を折った後、文字、文様部分を白抜きして染色する場合もある。 その関係で最近では布、糸ともにカラフルな色合いのものも出てきている。手芸品店では刺し子で布巾を作るキットも販売されている。また、従来からの和装に使われる刺し子生地を使っての製品が作られることもある。有名な刺し子技法には、津軽の小銀刺し、南部の岸刺し、庄内の庄内刺し子があり、これらを日本三大刺し子という。 田中忠三郎が調査、収集した刺し子の打ち継がる、南部の刺し子機786点が、国の重要有形民族文化財に指定され、学術的価値は、もちろん、田中忠三郎独特の神秘眼にかなった、芸術的価値も高いコレクションとして認知されている。刺し子に似せておった織物に、刺し子織があり、柔道着やサム衣などに用いられている。刺し子柄一覧刺し子。 専門用などの伝統的な模様の他に様々な創作柄やキャラクターものなどがある。刺し子の風合いを再現した家庭用ミシンが2009年9月頃から鈴木製作所により開発、販売されている。手縫いの刺し子とは当然異なるが見た目は同等。キルティング用途等にも提案されている。コトバンク、刺し子コトバンク、刺し子折り浅木屋 HP ハットベビーロック HP。 ありがとうございます。